ちょこんにちは。いや、阪神強いというところで今あれに向かって阪神走ってますけれども、うん、前回岡田監督の時にセリーグで阪神が優勝した時2005年、その時とじゃあ今のメンバーだったり岡田監督を比較してどっちが強いのか、ちょっと検証動画を今日は。そんなんいるか戦わないのにお前分かんないよ。確かに同じチームで、同じチームなんですけど今あれに近い。2005年はもうあれを実際にしている。でしかも岡田監督の時、じゃあどういう特色のあるチームだったのか、今のチームと2005年のチームの特色と、うん、なんかいろいろ比較しながらちょっと見ていきたいなと思うんですけれども、はい、そもそも2005年の阪神が優勝した時、はい、どんなメンバーがいらっしゃったかっていうのを豊さん覚えてますか。まあ、1番赤星がいて、そうです、3番に確か金本打って、うん、4番なんですよ。4番か。そうなんです。浜中が4番じゃなかった。いや、金本さんなんですよ、4番が。ああ、そう。3番がシーツ。ああ、シーツか。はい。で、2番が、まあ、藤本選手。はいはいはい。で、5番に今岡選手、はい、6番スペンサー、はい、で7番鳥谷選手で、8番矢野選手、はい、というところで代打には関本さん、檜山さんとか浜中さんとかで、ピッチャーでいうと下柳投手、うん、井川投手などがいました。打順だったりとかは、まあね、入れ替わりだったりありますけど、赤星は走りまくってたからな。あの60盗塁なあ、はい、その年は赤星と金本で勝ったみたいなね、うん、金本さん打率3割2分7厘ホームラン40本、うん、甲子園でだよ、化け物だよお前40ですよ。いや、ちょっとすごいですよね、うん、で、その5番を打てた今岡さんでホームラン29本。これ、首位打者取ってない？今岡さん、うん、3割いくつ打ってない？いや、2割7分9厘なんですよ。そうか、その前後か。じゃあ3割打ってたのは赤星さん。あ、でも技術あったからな、今岡も。いや、そうですよね、2割7分9厘勝負強かったしさ、はい、そうだな。でも印象的に残ってるのは、うん、赤星が出て盗塁するなりして、はい、金本が返すというね、はい、で敬遠されたら今岡が返すという、はい、シーツもねすごく安定したバッティングしてたし、はい、キャッチャーはビビってたからね、シーツに体当たりにそうですよね。 あと2番に鳥谷選手が入ることもあったりとか、うんうん、あとやっぱ代打が、やっぱ代打の神様、檜山さんもいたり、関本選手とか浜中選手とかもいたりとか、そうか、はい、こういう布陣を敷いていて、そうだ、ね、うん、今岡さんは打点王に輝いた。そうだろう、それはね、赤星がいて、シーツがいて、はい、ね、金本いたら打点王も取りやすいよね。そら打たなきゃ取れないからさ。で、ね、でも今岡の技術ってやっぱすごかったしな、はい、勝負強かったし、うん、だからやっぱ前にすごいランナーも出るしね。そうですよね、うん、じゃあ今の打順はどうなっているか、うん、2023年現在ですけれども、それはまあ発表するまでもないよ。そうですね、近本選手、中野選手、森下選手、はい、大山選手、まあ、里輝選手、ノイジー選手で、今、まあ、坂本選手で、8番に木浪選手、うん、でピッチャーもたくさんいます。そうだな、はい、2005年の時は子が立ってたな。だから子で戦ってるというか、はい、そんな感じがしたんだよ、うん、今年の場合は流れで戦ってるというか、つなぎで戦ってるというか、はい、なんかそんな感じがするよな。確かに1、2番が出てクリーンアップで返してとか、まあ、フォアボールを取ったりとかさ、地味に、はい、でそれを盗塁絡めてノーヒットで1点取るとか、はい、盗塁してタイムリーを待つとか、まあ、破壊力としたらそれは2005年の方があったと思うけど、はい、今破壊力っていうのはそんなに感じないけども、はい、しつこさを感じるよね。あ、粘り強いしつこさ、うん、だからその安定した連勝もできるし連敗しないという。だから2005年の時っていうのは、はい、まあ、連勝もあるだろうけども連敗もあったみたいな、そんな感じがするよね、うんうん、あとやっぱその8番の木浪選手からまたつながっていくっていうのも、そう、下位打線からつながっていくっていうね、流れでやっぱつながっていってますね、この、まあ、そうだな、まあ、それと、はい、岡田監督が2005年って言ったら何歳だ今から、20年前ぐらいだ。じゃあそうですね、18年前。18年前って言ったらまだ40代。あ、岡田監督にも40代むしろありますよね。当たり前だよ、なんだお前怒られるぞお前。そうです、そうです。例えば岡田監督が40歳代で2005年のチームを率いて戦うのと、はい、今年のチームで戦ったとしたら今勝つの？
それは岡田監督の手腕も違うんですか？全然違うと思うよ。だから確かに戦略家だったよ、はい、だけどやっぱ若いよまだ、うんうん、だけどこの年になって今年66か、はい、この18年間で構築されてるものっていうのはやっぱ岡田監督の頭の中にはある、うん、そうなってくるとこの2005年のチームをどう抑えてどう打ち破っていくかっていうのを2005年の岡田監督と2023年の岡田監督と戦わせたら2023年が勝つよ。経験とか思考だとか、はい、この積み上げてきたもの、見てきたもの、これは全然違うから、はい、それはやっぱ俺も今の方が勝つと。そうなんですね、うん、でまあ、今野手陣をちょこっとざっと見ていったんですけど、例えば投手陣に関しては2005年、うん、下柳投手は最多勝その年取って15勝3敗、うん、でさらに安藤投手は11勝5敗、うん、そして JFK というのもいました。確立されてたかな。確立されました。で下柳投手の15勝3敗ってすごいですよね、やっぱり。で今、まあ、それなりのピッチャーもずっといます。あの時の投手陣と今の投手陣比べるともちろん傾向違うと思うんですけど、どう比較しますか？それはやっぱりベンチに座ってて安心感あるのは2005年だろうな。うん、やっぱ6回まで勝っておけば JFK をレールに乗せればいいだけの話だったから、うん、でも今はやりくりとか、はい、まあいろいろ三段でやってるけども、岡田監督としたら今の方が楽しくてしょうがないんだよね。それは楽しい、やっぱ監督としての才が発揮できるから。あ、だから6回までよし勝ってる、あとは JFK、うん、はいどうぞみたいな。そうです、ね、だから監督としたら今の方がやりがいというか、うん、監督の能力がいるけども、はい、今の方が楽しいと思うけどな、うん、であの時代って JFK789 はもう定番だったじゃないですか。今は、まあ、9回最後は岩崎投手ってありますけど、その間は本当に日替わりで変えてるじゃないですか。 それが全くやり方が違うな、あの時とっていう、うん、そう、確立ができないんだよ。岡田監督っていうのは確立はしたいんだよ。あ、そうなんですか、うん、でも岩佐がダメになって確立を諦めたんだよね、はい、だからやっぱここら辺は流動的にしといた方がいいという、うん、ことなんだと思う。ああ、うん、そう。あとその休み休み、例えば3連投したら4連投させないとか、なんかそういう休みを取らせながらやってるっていうのは2005年の時とはまたちょっと違う、まあ、時代が違うというかやり方が、ああ働き方改革があるからだからまあそこら辺に乗っかっちゃったのかなと思うけど、はい、でもこれは終盤でもっと競り合いになった時にはそんなことは許さないよ、岡田監督は。あ、うん、でも今年の場合はおそらくスーッと逃げ切っていくだろうから、はい、休ませながらみたいな。だから2005年のチームっていうのは毎年じゃあ優勝争いをするかというとそうではない、うん、はい、でも今年の出来上がったチームっていうのは毎年そこそこの成績で優勝争いをしていけるようなチームだよ。おー、になってる、はい、そりゃしつこいもん。そうですね。でね、感動的な試合っていうのはそんなにないんで、うん、あの大差を思いっきり引っ掛けたら、おーやったなみたいな、うん、勢い出たじゃないんで、地味に勝っていってるからじわ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 ボディーブローのようです、ね、そう、だから安定感がある戦い方に、うん、で2005年っていうのは最多勝を取った人間がいたりだとか、はい、打点を取ったりだとか、うん、まあいろいろ盗塁を取ったりとか、うん、ここで戦ってきた、はい、それが一つになって終盤にまとまりが出て優勝を勝ち取ったという、うん、だけど翌年その成績が落ちることによってちょっと今年は塩梅悪いぞみたいなことになる、うん、でも今年のチームっていうのは安定感が多分あると思うし、はい、来年はもっと強いと思う。お、さらにじゃあこの阪神の強さっていうのはここからちょっと続いていくと、このままいけば、うん、だって森下が成長するからもっと、ね、もっとする。村上投手だったりとか若手がさらに活躍して活躍する。これ岡田監督の任期が切れて違う監督がまた来たらまたそれは変わるんですか？それでだ誰を据えるかだよね。やっぱね、年ってね大切だよ、うん、まあ、若手の監督が悪いっていうわけじゃないけどもさ、うん、やっぱ岡田監督とまあ20歳差っていうのがあったとしたら、はい、20年間の勉強の積み上げ、うん、その人としての重み、これはねやっぱちょっと違うよやっぱ、うんうん、それがちゃんとチームにはまってその言葉っていうのははまれば言葉に説得力があるよ、はい、
でも今選手により近いような監督はコンプラだとか今の子供たちに合わせようとしてるから、はい、なかなかこう厳しいことが言えないし、やれないものはやれるまで練習させなきゃいけないけど、そこも怠る傾向にあるんだよね。だから岡田監督っていうのはそこら辺ではやっぱあの年だからできる技みたいなのがある。やっぱ度胸も座ってるしさ、はい、うん、原監督もそうだけども、あの円熟した年齢というかね、そういうことがなせる技っていうのは多分あると思うよね。そうですよね。だから昭和の野球が今令和の野球になってて、令和の野球になる中でそこにプラスアルファ昭和のあの緻密さが入ってくることで、またなんかちょっと対戦がっていう、昭和が始まるようだから分からない。いやだけど昔の野球ってね、本当に細かいところまでやってたんだよ、うん、そうですね、うん、今は細かいこともあるよ、データとかでね、はい、だけどそれは数字であってさ、体系ではないんだよね。だからそういう、こう細かいことまでこう勉強させて選手に、はい、で隙のないチームを作っていくっていう、今本当に昭和の野球をやれば、はい、いい選手が残ると思う、うん、そうですね。だって昔は負けてて初球から打つなんて絶対なかったから、はい、1球でも多く投げさせる相手ピッチャーに。だから新井監督が広島行って、はい、それを少しやらすんだよね。例えば2ボール1ストライク、はい、もうバッティングカウントだよね、はい、先頭バッター待つんだよ、振らないんです、振らないんだよ、フルカウントにしてから勝負するんだよ。フォアボールの確率も上がるでしょ、そうなってくると、はい、だから待たすんだよ。あれがわざと待たしてるのかどうかっていうのは新井監督は分からないけど、はい、今年はそういう傾向に出てるんだよ、うん、で阪神にも同じことが言えるんだよ。はい、あんまり初球からフルバッターっていないから、うん、ボールをじっくりじっくり見て打順としての役割っていうのを果たそうとしてるよね、はい、だからここら辺が昭和の野球かなって、うん、好きに勝手にバカ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 打つんじゃないんだよ、はい、でね、こういうことを言い出したんだよ。打席を立てるのは君たちが努力した権利だから、うん、好きにやりなさいって、はい、違う違う、チームのための打席なんだよ、うん、だからそこに制約があるっていうのは絶対なんだよ、うん、だからそれをやっぱ分からせる、で岡田監督は多分分からしてると思う、うん、だからフォアボールの重要性も解いたし、はい、そういうところがやっぱチームを変える一つの起爆剤になったな。あ、それが強さに結びついてる一つの要因でもある。もっとたくさんあるけどね。そう、あ、そうですね、うん、見ていけばそれだけではないけど、うん、まあコンバートに近い、はい、ね、前の動画でも言った守備体系、うん、まあ水も漏れてるけど、たまにね、うん、だけど今現時点で漏れないような状況を作り上げてる、はい、で守りが崩壊してるのに相手に攻められたらもうボロボロじゃないかっていう戦いは絶対しないっていう、はい、だからそこら辺がね、昭和っぽく俺は感じちゃうんだよね。うん、だそれを忘れてる野球界が岡田監督が戻ってくることによってちょっと目覚めたらいいなと思ってる。もう一回しっかりした野球というか緻密なですね、うん、で昨年は日本ハムが新庄監督を立てた、新庄監督がひっちゃがめっちゃがした、うん、でも各球団が何を持ち出したかというと、やっぱエンドランだとかいろんな奇策を持ち出したんだよね、うん、だからやっぱこう刺激っていうのは野球界に岡田監督は十分与えてるよね。そうですね、いや貢献大だと思うよ。だから俺が一番もう面白くてしょうがないのはやっぱ阪神巨人戦、巨人阪神戦、はい、もうね、岡田監督と原監督の駆け引き、はい、これは面白いよ。やっぱり面白いですか。まあ年なんなのかも分からないけど、いやいや、そうなんです。なんか、はい、出ました、パカパカパカ、ピッチャーがマウンド上がりました、はい、1イニング完投しました、何点取られました、点取る前に変えちゃうからね。ですよね、うん、1イニングなんて取られようもんなら変えちゃうから、うん、取られそうになったそうですね、なんとか死のうとするから、ね、うん、だからまあこれが昭和っぽいのかもわからないけども、うん、でもそういう野球もあっていいんじゃないかなっていう、うん、ただ岡田監督が今年優勝することによってそれがまた新たに証明されるのかなっていうふうに思ってる。そうですね、まあ、2005年の時は10ゲーム差で優勝、で今シーズンもいや、まあ10ゲーム差に今等しくなるような感じで話してきていますけれども、ということは今が一番岡田監督の手腕も発揮されているし、今の2023年なんか、まあ、そのチームの系統色は違えど強い阪神なのかなっていうふうに豊さんの目には映ってる。まあそうだね、しつこさが違うし安定感が違う。
そして子というよりもつながり流れっていうチームとして戦う、うん、っていうことなんです、ね、もうそれとあの采配を見るとってうなるという深さ、はい、さすがだなっていうふうに、ん、やっぱり指揮官は指揮を取るわけだから、はい、それがピシャーと当たっていくというね、うん、この爽快な野球っていうのは見てて楽しい、はい、そうですね、はい。